さあ時間は7時半。あ、どうもおはようございます。ポリプロパラピレンです。今日は何時なのかね。6月7日ですか。7時半、日曜日ですか。さあ今日は旭川にあるお気に入りのラーメン屋蔵に行っちゃいましょう。なんかちょっとね、天気曇りなんだよね。ピカッと出てないんだよね。なんかそう、前回行った時さ、9時から営業でなんか朝ライやってるとかってなってたでしょ。だからこんなに早い時間行ってもまあ3時間ぐらいかかるから200何キロだからね。着いたとしても10時そこそこ、11時前、朝の時点でどれぐらいの人がいるんだか、押し寄せる人がいるのかな、朝ライやってて。どうなのちょっとわかんないですけど、まあまあ行ってみましょう。でその後気分が乗れば十勝だけ行きたいね。行きたくない？吹き上げ？俺ツリーマップル見たっけ。まあツリーマップルあったあった。これに困る。これ2009年版もうボロボロな、これもう上がりますよ、このボロボロさ加減。2009年もう死ぬほどキャンプツーリングしてたからね。ボロボロだよこれ、もうこんなコタコタだよ、もうすごいでしょ。まあいいやな、とりあえずラーメン食ったってだからな。よっしゃ。なんか北海道はさ、本当に晴れたら暑いぐらいだけど、曇りの日なんか寒いよね。車も暖房もさ、暖房だったり冷房だったり忙しいのかな。まあそんなところです。車載カメラに変えますよと。これ右曲がれば一条通りか。道なりに行けば12号でもあり四条通りでもあるって感じなのかな。旭川、旭川。あれ旭川も夏はあったかくなんだっけ。違ったっけ、北見だっけ。これが駅前なのかな。左右が千歳旭川3時間半すか。距離でいうと190、まあ大体200だわな。260ぐらいあるのかなと思ってたけど違うんだね、もっと近いんだね。どっちどっち、私のラーメン屋は見えてくるんじゃないですか。ぼちぼちじゃないですか。この信号左折じゃないですか。おー、早いやつ来てんな、やっぱり。朝ら9時だからね。もうやってるよ、これは絶対やってるよ、これ。鼻から裏止めますよみたいな。お、クラの駐車場増えたんだよ。あら、意外と来てんじゃないの、これ。ハゲやつやっぱ来てんな。そう、着きましたよ。中もそうなの、これ。中も違う駐車場。晴れてるし電気ついてる。お客さんいると。注文いいですか。お願いいたします。たっぷりネギラーメンの味噌って。はい、ネギの味噌が一つで、特大、特大で、うん、はい、以上。はい、たっぷりネギ味噌の特大がお一つですね。はい、少々お待ちください。はThank you.
はい、どうもポリグロバラピレンです。今回訪問の店は、旭川のラーメン蔵でございますけれども、どうでしょうか。たっぷりネギラーメン、もう名前の通り味噌、塩、醤油、この3種類が選べるんですか、味は、なかなかいいんじゃないでしょうか。ハーレーの上からどうもすいません。まあ基本的になんすかね、旭川ラーメンっていうのは通から言わせれば醤油だよみたいな、旭川で食うんだったら醤油だよみたいな。まあ私はこの店の味噌が大好きで、いつからかやってるのかな、2009年だから10年とか、最初に北海道に遊びに来たというか、バイクツーリングに来た時からずっと来てますね。10年ぐらい通ってますね。前は大盛りまでだったんだけど、最近ここ何年かで特盛りってね、麺が2玉、この一杯のために片道約200キロ、往復400キロ、なかなか一杯のラーメンを食べに行くにはなかなかの距離ですね、400キロ往復ね。昔通ってた頃、ほんと昼時なんか人すごいたくさん来てて、ほんとに昼を外さないと結構列をなすみたいなお店だったんですけど、最近はそうでもないね、なんか結構スムーズに、まあまあ一応昼は一応外してるけど、いや美味しいよね、ほんとね。味噌はなんつうのかな、豚骨ベースで言えばいいのかな、なんか、かといって豚骨って感じはそんなにしないで、結構甘めな感じの味噌でしたね。いや、それにしても、あのネギの量がすごいですよね。白髪というよりは、ちょっと長細い輪切り、薄い輪切りというのかな、それがもう、ほんとてんこ盛り。食べても食べても食べきれないんじゃないかというぐらい、多分ネギの量としては、ネギ味噌ラーメンとしてはもう、私の食べた中でもナンバーワン、ダントツのナンバーワンですね。2位をぶっちぎりに引き離すような量ですもんね、さあこれエンジンかけてみますかって全然無理だね、タンクついてみる。ではしばしご観覧を。新しいの欲しいな。はい、ごちそうさま。そうポイントそうだね、1000超えるから1回で2回で、はあ、食った。